こんにちは、つちのこです。ゼルダの伝説知恵の借り物、続きやっていきましょう。さあ今回もアミーボからスタートしましょうか。よし、ゼルダ姫アミーボ、アワコンブ。やっぱゼルダ姫だからゼルダ姫のアミーボがいいかなと思ってるんだけど、ねじりかぼちゃまあ全然普通のものしか出ないね。さあ今日も行ってみましょう。こっちだね。さあうまいこといけるんでしょうか。ほほー、嫌ですね嫌なものがいっぱいいますね。どうしたらいいんだこれ。待て、ははーん、これどうやって行ったらいいんだ。なんだこれ。あ、弓か。おお、ほうほうほう、はいはい、行けました。でで、何かに乗っていかないといけない。ゆかびょん、これか。おお、いいね、ゆかびょん最高だぜ。一応やっとく。よし、へいへい、やった、やったった、ででーん、シルベを登録。ちょっと待て、今だいたい、はい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 、まだ行ってないとこもそこそこあるな。でここが多分ボスだよね。でここ一旦ここ行くって感じか。この火のやつはキラキラしてないね。どうしたらいいんだこれ。おい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 あれ、あ、なんかずらせた。おいずらせんだ。おい、あれあ、取って持たなきゃダメなんじゃないの。あ、ということは、じゃあなんか、硬いもの、これ岩を置いていくか。さすがに岩は壊れないでしょ。おお、さすが。おお、ごめん、危ね危ね、なんだこれ。おお、象の象、覚えた。象の象ってなんやねん。象の象、よし、これで結構覚えたな。もうさらに小さな鍵、そんでそんでほんで帰る感じ。なんか上とかさ、なんかすげえいけそうな感じしない。あ、天井なんだこれ知らんかった。またダメだ。また岩を置いとかないと。はーい、うーし、帰ろう。あ、普通にワープしていけばいいじゃん。よく考えたらワープ便利だね。そういえばなんか地上にも戻れるらしいな。ここ開けれます。なんだ、こう上側がなんかいけそうだが。ポカポカスパイス、へい、これへい、ひょこ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 、なんでしょう。おー、燃やせこれ。はー、違う、あー、なるほどね。これは危ない危ない危ない。
あれうまくいってないな。こう、はいはい、下側生かしてこうでしょ。はい、どう、よし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 、まずここ燃やしといてこっちは、こっちは何もなし、これで燃えると。あとはこれ床ビューン、間違えた床ビューンで、はい、ダメじゃん。ちょっと違うかな。んー、あれなんだろう、床、あ、床ビューンだ、だ、ダメだ。んー、これどうやったらいいんだろうな。ここから床ビューン怖さ、どう、ダメ、ちょっとずれたよね。いいぞくっそちくしょう、なんだよこれ、どうできたできました。なにこれ、それは塔の上で翼を休める、鋭い眼光と硬いくちばしを携えて。なるほど、これただのヒントですねこれはね、正直ゲットして塔のあれ、あの光ってたんだよね下が、だから袋みたいなやつは正解なんだと思う。それは知ってた。あ、あ、なるほどな。はーい、おお、ゲルドの聖域、他ないのかな、さすがにない。よし、これでほとんど行ったのでは。マップ切り替え、ほんとだ、これで、あー、ほんとだこれでマップ切り替えできますねここが、はいはいはい、じゃあここ行きますか。次多分分かったぞ、ゾウさんとなんか牙がどうたらこうたら言ってたんだよね、向こう側、ゾウと見た、ほら光ってる下が、でこれくちばしできました。ふむ、おらおらおら、ハンコを引っ張るよ。でおお、ゾゾ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 、どこ、どこも、どこが落ちたこれ、おお、これですね、どこが開いたんだ、ま、こっちまず行くか、こっちに、あ、なんだここじゃん、なんこれ、あ、ははーん、なんこれえ、なにこれ、はーん、なるほど、ずれてんだ。できたよくわかんないけど扉だけじゃなくてそのまま掴んだらできた。大きな鍵手に入れたぜ。おお、でもすぐ行けるようになってる。え、どっか宝箱やっちゃってんな、あれ何これ。あ、これどっから行くんだ。
え、どうすんのこれ。砂に生まれ、やばい、やらかしたやらかした。うん、え、どうしたらいいんだこれ。この宝は一体、どっか開いてないのかな。開いてない。あそこの砂怪しいけど、どっか開いてたりしない。これ開いてる。ちょっと待って、どっか開いてない。これ開いてないよね。え、開いてる？開いてないか。どうしたらいいんだこれ。気になる。気になる。これ自分が行かなきゃダメか。なんかあそこに砂が待ってるの、なんか意味あるかな。チリツモでちょっとずつ上がっていくとかないよね。ちょっとわからんね。だいぶ考えたんだが、いけないとこがありました。ちょっとこれ欲しいけどさ、ダメかな。頑張ってもらうか。よし、ボスだろ。何これ、来るか。モルドルジープとかかな。あ、違う、誰これ。モグリフォン、なんか末期のあの携帯電話みたい。モグリフォン、ボーダフォン。僕ボーダフォン使ってましたね。え、どうしよう。なんかもしかしてこういうの使うのか。普通に多分攻撃するんじゃダメだよね、きっと。こういうの、はあはあはあ、なんか当てて使うとか。はいはいはい、これを使えば。なんだなんだなんだ、ちょっと相手をよくまず見よう。あ、ほらほらほら、あ、ここだ。なるほど、わかったかも。で、また置けばいい。やったー。で、ピューって来たときに直角にいればいいってことでしょ。はい、おいでー。攻撃めっちゃしてくれるのは、はい、どうだ、来るぞ。2段階目が、え、あ、飛んだ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 。うわ、これで龍さん、なるほどな。あー、これここであの龍さん向こうが効いてくるんだな、きっと。なるほど、わかんね。でもやっぱりこの象を使うのは多分間違いじゃなくて、あ、違うんか。ちょっとよく見よう。あー、今の良かったね。なるほどなるほど。あぶねえ。危ない、あ、いたー。ふむふむふむ、なるほど、分かってきたよ。上から降ってきた後に来る、これな。で、ここ来る。おい、よし、来た。
できたできたできた、はいよー、よし、ゾウがすべて守ってくれるんだ。これだけは守ってもらえないよな多分。あ、壊れちゃった。行きたぜあらお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 らやった勝ったなり。よっしゃできました。出た金のイクラ、金のイクラたちがふわふわ、すごい浮いてる。おい、ちょっとさっきのハート取らせてくれよ。こっちだよ、裂け目を直そう。ほんにゃかふんにゃかほがひがふん。おお、いいぞ、イクラ柱になった。すげー、昔のお墓だよね、聖域。綺麗になりました。戻ったぜ。仲間たちが僕に力分けてくれた。どんぐらい？おお、結構上がるね。レベル3。僕できること増えたみたい。遠くに借り物を作り出せるようになった。力を貯まれば離れた場所に借り物を作り出せる。へえ、いいね。そして、おお、5個、これでちょっとアップできるね。いいぞ、ちょっとアップしに行こう。裂け目消す時、仲間たちから話を聞いたよ。ここの仲間も魔物に捕まってたけど、こんなことみんな初めてだって。でもゼルダが魔物を倒したからみんな仕事に戻れたよ。もうここの無の世界に用事はない。元の世界に帰ろう。力のかけら11個になりました。やったー、ハートのかけら。よし、元の世界に帰ろう。ちょっとあれが気になったけど、宝箱が遠くに何か出せるようになって、もしかして。いや、でも透き通れないもんな、発想が乏しい。きっとできるんだろうけど。ゼルダ、聖域だけじゃなく砂漠の裂け目が全部なくなったみたい。ついにやったんだねゼルダ。町のみんなゼルダの帰りを待ってるよ。一緒に行こう。ファーイ。裂け目がなくなった祝いだ。私がおごってやるよ。そんなこと言ってまた私に泣きつくんだろ。そしたら暗がりからぼんやり剣士の影が。ひぃ、訓練の時間ですが、どうやらみんな忘れてますね。裂け目が消えた祝いの日だ。今日ぐらいは多めに見ようじゃないか。みんな元気だな。うん、本当にゼルダ、改めて礼を言わせてほしい。我々を助けてくれてありがとう。私からも言わせて。みんなが動いてくれたのはゼルダのおかげだよ。トーナにも礼を言わせておくれ。お前の信念とゲルドの民を思う心が町を救ったのだ。母さん、立派になったな。今のお前なら町の皆を皆引っ張っていけるだろう。そんな、私は未熟者です。でも嬉しいです母さん。お前はこれからも裂け目を消して回るのだろう。成功を祈ってるよ。これ史実的にはいつの時代なんですかね。ゼルダのお父さんここにはいなかったね。裂け目はまだ残ってる。ここからずっと東の水がたくさんあるところ。もう一つの裂け目も消しに行こう。よっしゃー、できましたね。関係者以外立ち入り禁止。こんなとこあったっけ。
あれあれ、こんなとこ行ったっけ、どここれ、ん、なんか上にもなんかあるぞ、ん。なんだこれ、何ですか、これ何、お壊せるかな、あ、壊せない、よしこうかいいね、ちょ待って待って待って、よし、これでいけたね、おお、ハートのかけらがありました、よっしゃ、こんなところにハートのかけらでしたね、よいしょ、さあ帰ろ、あとはもうあれか、これ地図で行ったらいいんだな多分、よし、ちょ空飛ぶ床がよく、あ、空飛ぶ床、空飛ぶ床あるよ、でスムージーもちょっと結構多めに作っとこうか、いろんな種類10種類つってたもんね、でも持つ量になんか制約があったりしないのかな、空飛ぶ床持ったよ、はい、ああ、僕空飛ぶ床、うん、見つけた、持ってきてくれないか、 OK、 空飛ぶ床はい、これは、おお、これがファセット様の言った空飛ぶ床、もう一回もっと見せてくれ、よかったできたわ、じっくり観察したおかげで上司に報告ができるよ、ありがとう、これを受け取ってくれ、お金でした、ああ、ゲルド族を指導する立場にあってね、町の外へ出られないんだ、砂漠の遺物を研究して本当に素晴らしいお人だよ、力になりたいんだ、よかった、よし、スムージーちょっといろいろ作ってみよう、泡昆布、泡昆布、はい、2つ合わせるで、いろんなのを入れるっていうのでできるよな、きっと、なんこれ、バブルスムージー泡昆布、皮の落とし子、どうだ隠し味ちょっと入れて、何これ、ああ、スイスイスムージー、泳げるようになるのかな、はい、めちゃめちゃ組み合わせ自体はあるよな、ピッピッピー、何、バブルミックススムージー、なんかもしかしてあとは結構同じだったりするのかな、初めてする、作るスムージー、あ、いいね、ちゃんと出るんだ、初めて作るスムージーって、これは悪くないぞなんかモザイク、怪しいスムージー、モザイクかかった、なんかすっげえ嫌な顔してたけどなんでなんでよなんでそんな嫌な顔すんの、へい、バブルミック、え、同じじゃね、やっぱ基本一緒な、一緒だったりするんだな、なるほど、ちょっと待って、金の卵はちょっとやめとこう、まだ10種類作ってほしいって言ってたもんね、だ10種類目標にちょっと作ろう、美味しそう、ポカポカミックススペシャル、量が結構あるやつを中心に、お金もね、まあそこそこありますから、泳げるようになるっていうやついいかもしれないな、次水って言ってたもんね、あ、かわいい、パワフルスイートスムージー、へい、どん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 できるぜ、ん、パワフルミルクスムージー、ちゃんとミルクに変わってる、はい、どう、もうそろそろ10種類いったんじゃない、
これは、あ、同じだ。パワフルミックススムージーになっちゃった。マンゴーとかもそうなのかな。ミックススムージーになっちゃうのかな。どうや。あ、同じっぽい。なるほど。だからやっぱ面白いものを入れないとちょっと良くないと思う。いろんな種類を作るためには、あんまりなさそうな、ん、いやそんなことねえな。失敗したら怪しいスムージーか。なるほど。あ、鎧ミルクスムージーはもう作られてる。もう作ってあるやつはやめとこう。へい、鎧ミックススムージー。お客さん、もしかして10個できてるっぴ。これだけメニューが揃えば他のお客さんも選びやすくなるっぴ。お礼だっぴよ。なんこれ。見渡しレンズ。物を壊した時や魔物を倒した時にスムージーの素材や魔物石が少し出やすくなる。やった、いいじゃん。メニューの数は十分と言いたいところだけど、味を占めちゃったっぴ。新しいレシピを20個作ってほしいっぴ。すげえあるんだなスムージーって。新レシピ20個、残り20個だ。多すぎない？次ここだよね。結構遠いな。ルーベリンのとこ行ってみよう。ここでしっかりレベルアップする。剣はやっぱりレベルアップしないとね。弓矢強化、ゲージを強化。いやー、どっちがいいかな。これまあバランスよくやってかないといけない。剣、ゲージも欲しいよな。長い間できるってすげえ強えよな。でも剣、パワーも強化しないと後々ね弱そうだから。いや、ゲージ強化して。いやでも剣強化するか。もっとどんどん手に入れなきゃな。ちょっと顔っぽくて可愛いねこの子。よし、強くなった。力の剣がレベル2になった。よし、じゃあちょっと水の方向かってみましょうか。どっから向かうんだろう。右行けばいいのかな。こっちから内側行けってことだよね。リンクくん、君リンクくんだろ。魔物に囲まれちゃったんだ。いつもみたいにやっつけておくれよ。狙われた男、いいでしょう。よし、やれ。よしだ、はい、やれ。ここだ。あれ、はい。余裕だぜ。よくあんそこパッといけたね。ありがとう、助かったよリンクくん。あれ、君って別人？ごめんなさい、フードかぶってたからてっきり。大変失礼しちゃったよ、申し訳ない。私は南の村に住むワブキというものさ。草刈り仕事に夢中になってたらいつしか南の草原まで来ちゃってね。草原の草をすべて買ってサラチンしてやろうと考えたけど、魔物に追いかけられてあんなことに。やりすぎは良くないね。助けてくれてありがとう、お礼だよ。20ルピー、ニスムージーだね。村のみんなをよく助けてくれる少年で、今は魔物退治の旅をしてるんだ。あんなに正義感の強い子めったにいないんじゃないかな。しばらく会ってないけど、あの子ならきっと元気にやってると思うんだよね。もし君が旅先でフードをかぶった緑の服の剣士にあったら伝えてもらえないかな。南の村のみんなはいつでも君の帰りを待ってるよって。なんかいる。やっぱり平原は広いな。平原の西側には手配書を貼り置いたが、ゼルダ様はどこにもいないか。この前までゼルダ様を救おうとしてたのに、今度は捕らえようとしてるなんて。そもそもゼルダ様が悪人扱いされてるのって本当に正しいんですかね。俺だって信じたかないが、命令に背くわけにもいかないだろう。それもそうですけど、
東の海辺の村では特に収穫はなかった。もう少しこの辺りを見て回ろう。はい、はい、海辺の村っていうのがあるの、こっちに。誰かいるよ。すみません、この辺りで大妖精様を見かけませんでした？大妖精？人々に不思議な力を与えてくれる存在なのです。古い文献を漁ってこのハイリア湖のどこかにいらっしゃるところまでは突き止めたのですが、文献によると息を呑むほど美しいお方で、目にした者は皆心を奪われたそうです。そんなに美しい存在がいるなんて、財産を全て捧げても見てみたいですよ。へえ、ここの近くに大妖精いるのかな。あらららら、らこれはこれベッド来たんじゃないの、これベッドベッド行きますか。ベッドチャンス来たぞこれ。あ、間違えた。これ、へいへい、あー大丈夫だったベッドなんかいらなかったんや。あ、なんかカニ、これはゲットしたことない。頑張れ僕の。あぶて、いって、よし、覚えよう。カニさん、ピースを覚えた。嬉しいね、新しい子が来ると。はい、あ、やべやったん、来たぞ。ここが海辺の村でしょう、ジャプール水域。ここでグイッと来ましたね。ここが多分海辺の村で冒険が待ってると。はい、ということで、じゃあ今回ここら辺で終わっておきましょうか。海辺の村で何が起こるんでしょうか。なんか上も壊せそうな岩があるな。よかったらまた次回も見てください。それではツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。 Oh yeah.